こんにちは、アンソニーです。コバズがいよいよやってくるということで、昨日ザンドリージャパンからプレスリリースが出ていました。すでに各種メディアにも出ているのでご存知の方も多いと思いますが、コバズに関しては以前にも動画を一つアップしてますので、よかったらそちらもご覧ください。プレスリリースを見上げますと、フランスの高音質音楽ストリーミング&ダウンロードプラットフォームコバズが12月、ついに日本でプレオープンいたします。コバズが提供する高音質サウンドや豊富なエディトリアルコンテンツをはじめとするユニークなサービスをぜひお楽しみくださいということなんですが、いきなりちょっと引っかかるところがあるんですけど、12月にプレオープン、プレって何っていう感じがしますけど、まあこれだけね、散々待たせておいてプレかよっていう気がしないでもないんですが、まあおそらく最初はなんか事前登録制とか招待制とか、そんな感じで始まるんじゃないかなと思います。で、まあコバズについて、まあいい音響との兼ね合いなんかもいろいろと書かれているんですが、ちょっと気になったところがありまして、提供音源の数はメジャーレーベル、インディーズレーベル問わず、ジャンルも幅広く約1億曲に及びます。コバズは CD ロスレスクオリティだけでなく、最大24192のスタジオクオリティでのストリーミングに加え、DSD や DXD のカタログも取り揃えたダウンロードストアも展開。より卓越した音楽体験を提供する高音質の音楽配信サービスです。ということですね。DSD もストリーミングできないですかね。多分この文章を読む限り DSD はダウンロードだけっぽい感じがするんですけど、 DSD ストリーミングできたらいいのになーって思いませんか？多分ネットワーク的には多分 Wi-Fi でも問題なく、ストリーミングができると思うので、まあ将来的にはできたらいいかなと思いますね。で、お値段なんですけれども、サービス価格、これがね、ちょっと私まだわからないなと思ってて、日本でのストリーミングサービスの月額価格は税込み1280円からの予定ですと。で、これはスタジオソロ年間プラン、ストリーミングプランプラスダウンロードのアラカルト購入を月額換算した場合ということですね。まあ、つまり1280円×12で約15,000円。15,000円を年払いした時には、まあ、実質月額1280円になりますよっていうことですから、年払いではなく月額払いにしたらきっと1,400〜1,500円なのかなっていう感じがしますね。で、この、かつ、その、1280円からっていうのがちょっと気になっていて、今回のプレスリリースではこの価格設定一つしか紹介されてないんですけれども、これどう思います？私ね、多分これは私の勝手な想像ですけれども、2つ3つぐらいある料金プランのうちの一番安いやつがこれなんじゃないかなって思ってるんですよ。つまり、ストリーミングはできるんだけれども、CD クオリティまでで、いい場合は1280円で、ハイレゾでもストリーミングをしたい場合は、多分2000円ぐらいとかいう風になるんじゃないかなっていう気がするんですよね。だって1280円ってちょっと安すぎるでしょ。で、私が、タイダルで契約してるのは月額、$19.8ですから約3000円毎月払ってるんですね。まあ、それが普通というかスタンダードだと思うので、1280円はさすがに安すぎますから、まあ、いわゆる、なんていうのかな、あくまで CD クオリティまでのロスレスサービスになるんじゃないかなと思ってます。どうなんでしょうか。はい。ということで、まあ、12月ということで、まあ、もうすぐですよね。まあ、ちょっと、私は、少なくとも、契約はします。まあ、おそらく最初の1ヶ月無料期間とかあると思うので、その間に、コバズを導入して、タイダルと聞き比べをして、使い勝手がどう違うのかとか、まあ、音質はね、こうパッと聞いてわかるほどの音質の違いがあるかどうか私にはわかりませんけれども、まあそういったところも比較して、まあそれを、おそらく同じ楽曲を、ルーンを経由して、
コバズとタイダルで簡単に聞き比べができると思うので、そういうことをやってみたいなと思っています。あとは使い勝手の面ですよね。私はタイダルの使い勝手に非常に慣れているので、プレイリストの作り方とか、それからすでに他のサービスで持っているプレイリストを簡単に取り込めるかどうか、インポートできるかどうかっていうところも、ポイントになってくるかなと思ってます。はい。皆さんはコバズ導入しますか？もしくは、いくらまでだったら導入してもいいとか、そんな考えがあればぜひコメントで残していってください。ちょっと尺を稼ぐためにもう少しお話しします。最近買ったレコードなんですけれども、はい、こちら。最近ね、空気録音でも使いましたけれども、これ、レイ・ヴェイって読むみたいなんですけれども、こんなね、アジア系の顔をしてるんですけれども、お母さんが中国人らしいんですが、アイスランドのシンガーソングライターだそうです。で、お父さんがアイスランドなのかな？で、これ、私、ちょっとね、チェックできてなかったんですけれども、これね、今年の6月かなんかにブルーノート公演やってたらしいんですよ。私それちょっと見逃していて、その当時は多分このレイヴェイってアーティスト自体知らなくって完全に見逃していました。非常に残念でしたが、このアルバム録音もすごくいいんですよ。めちゃくちゃおすすめです。で、このレコード自体は、カラーバイナルらしいんですけれども、お値段も3000円ぐらいなんですよ。非常にお安くなっているので、おすすめです。で、まだ聞いてませんけどね、レコードでは。で、同じくレイヴェイの、まあ、せっかくということでもう一枚買ってみました。これは、ティピカル・オブ・ミー。これはちょっと中身は全然まだ分かってませんけど。あ、こっちはタイトルが、Be Witched っていうタイトルです。はい。続いて、あとの2枚は中古なんですけれども、シゼルストームの Awake ですね。はい。これも非常に録音がいいです。これの前の前のアルバムかな、私以前に動画出してるんですけれども、もうとっくに売り切れていて、今ね、さっきディスクユニオンで見たら、12,000〜13,000円ぐらいのプレミアム値がついてましたね。うん。で、これはね、全然、高くないと思いますね。中古で3,250円でした。それから、もう一枚が、大橋優子さんのブエノスアイリスリマスター版ということで、中古で4250円でした。私、大橋優子さんの音源ってみんな録音がいいと思うんですよ。めちゃくちゃいいと思っていて、比較的音数少なめで、ピアノの音が本当に際立つような、録音とリマスタリングをしてるんですよね。イタリアの天才エンジニアステファノ・アメリオによるリマスターシリーズということで、これ非常におすすめでございます。大橋優子さんのアルバムは今何枚？これ含めて3枚か4枚持ってるんですけど、まあ、可能な限り全部集めようかなと思ってます。以上です。最後になりますが、今回撮影しているこのカメラなんですけれども、DJI の Osmo Pocket 3で撮影してます。少しテスト撮影をしてみたんですが、これカメラ手持ちしてるんですよ。手持ちで簡単にこんな映像が撮れてしまうんですね。しかもね、結構よれるんですよ。これぐらいよれてしまうんですね。よくないですか？こんな映像も簡単に撮れてしまいます。滑らか。非常に画質が良くてですね、なんかその Vlog 的なカメラだと思うんですけれども、こういう普段の気軽に撮る動画を撮るのにめちゃくちゃ便利なんじゃないかなと思って、すんごい扱いやすいんですよ。今、これぐらいの大きさのモニターで自撮りをしてるのがね、目に見てわかるんですよ。すんごい使いやすいので、まあ、ちょっとこれもこれから編集してみていけそうだなと思ったら、どんどんこれから部屋撮りでも活用していこうかなと思ってます。それでは。